こんにちは、こうチャンネルです。今回はこうちゃんにファーストシューズを履いてもらって外を歩かせてみました。こうちゃんはすでにスタスタ歩いていましたが、コロナウイルスの影響で外出できなかったのでファーストシューズを履かせる機会がありませんでした。なのでそろそろ靴を履かせて外を歩かせようと思いました。まずは足のサイズを測定しないといけないのですが、まだ店舗には行けないのでぴったりイフミーというアプリを使って測定しました。 A4 用紙に足を乗せて写真を撮るだけで正しく足のサイズを測ってくれます。アプリについては概要欄にリンクを貼っておきます。こうちゃんの足のサイズは 11.5cm で、 5mm から10mm 余裕がある方がいいそうなので、靴は 12.5cm がこうちゃんの足のサイズに合うかなと思いました。そして今回もらい物でサイズ、メーカー違いの3足の靴を履き比べて、こうちゃんの足に合った靴で外を歩かせてみました。よかったら最後まで見てくれたら嬉しいです。ではご覧ください。これなんだ。なんだろうねー。なんだろうねー。父ちゃんの初めての靴。イエーイ。こちらがファーストシューズです。はい、履いてみよう。こちらにして。はい、ありがとう。じゃあ右足から足を入れます。よいしょ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 。しっかり履いてる。よし、はい、片方 OK。 じゃあ左足、はい、座ってください。ちょっと座って。よいしょよいしょ。ピタピタ。どうぞどうぞ。すごい、上手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 。すごい、上手上手。すごい、嫌がらずにちゃんと履いてるね。メロディースタート。よかった、すごいすごい。
らしい。おいで、おいで。これは後からね。これがいい？